場長のチャンネル。おはようございます、工場長です。今日は私のモーニングルーティーンをやっていきたいと思います。最近 YouTube 界でモーニングルーティーン流行っているので、私も撮ってみました。よかったら見ていってください。早速目覚まし時計で起きます。この日はちなみにブライズ人形のワークショップがある日でした。基本私はすぐに目覚まし時計を止めて、ベッドの上で少しストレッチをしてから起きています。ストレッチが終わって体を起こしたら、他にもアラームいくつかかけているので、それを解除して私の一日は始まります。ちなみに私は24時間ずっとカーテンを開けて生活しています。開けてるって言っても白いカーテンはしているんですけど、もう常に太陽の光を感じられるようにしていたいなって、朝日が昇ったらちゃんと朝を感じるみたいな、なんて言うんだろう、カーテンをしていたら朝か昼か朝か夜かわからなくなってしまうじゃないですか。なので、朝なんて言うんだろう、 YouTuber だから結構時間が狂ってしまいやすい職業だと思うんですよね。なのでしっかり一日の流れを太陽とともに、夜になったら寝る、朝になったら起きるっていう感じを心がけた生活を送るために、ずっとカーテンは開けっぱなしにしています。でも結構これがよくって、ずっと開けていると朝日が昇った時、外が晴れていて眩しいので、起きなきゃっていう気になるので、この生活リズム崩れやすい人はこういう生活をするのもおすすめかなとも思います。そしてまず朝起きたらメールチェックからしていきます。そしてこの日はイベントがあるので朝シャンですね。普段イベントがなく家で仕事するときは普通に洗面台で顔を洗って身支度っていうスタートなんですけど、イベントの日は基本シャワーでしっかりリフレッシュしてから身支度をするっていう流れになっています。まあ、イベントに限らず友達と遊ぶとか誰かと会うときは基本朝シャンから一日は始まることは多いです。そしてお風呂から上がったら、私すぐに髪を乾かすと汗が引かなくて、また汗だくになってまたお風呂入りたくなってしまうぐらいになるので、歯を磨いたりファンデーションしたりっていう少し身支度をしていきます。あと髪の毛をすぐ乾かすよりは、私の場合だと思うんですけど、あまり髪にも良くないかもしれないんですけど、半乾きの状態ぐらいまでなった時にドライヤーを使った方がしっとりまとまりやすい髪の毛になるんですよね。なので洗面台でファンデーションを塗って、でもやっぱり髪傷むのが怖いので洗い流さないトリートメントをつけて、ある程度の半乾き状態まで持っていってます。
そしてファンデーション以外の化粧はリビングの方に化粧品を持って行ってしています。している間に昨日作ったご飯、今回はクリームシチューなんですけど、それを温めてその間に化粧を始めます。私は結構待ち時間が嫌いっていうか、なんか時間をちょっとでも爪爪で使っていきたいので、なんかしながら何かをするっていうことが多いです。なので今回はクリームシチューを温めながら化粧をしています。いつもだったら化粧が全部終わった頃にいい感じの半乾きになって、それでドライヤーで乾かすんですけど、今回モーニングルーティーン撮るのにカメラのセットとかいろいろやっていたら、化粧が全部終わる前にいい感じの半乾きぐらいになったので、一旦ドライヤーで乾かしちゃいます。この半乾きのさじ加減、多分自分にしかわからないところなんですけど、でもこの半乾き、このぐらいの状態で乾かすのが私にとって一番髪のベストコンディションになるところです。だけど人によっては本当半乾きとかこう自然に乾燥させてしまうのは髪に良くないと思うので、あまり真似はしない方がいいと思います。そして乾かした後、私抜け毛がすごいので洗面台にすごい髪が落ちるので、それをティッシュで取ります。レンジで温まったクリームシチュー、これから食べていきます。一人暮らしなので少し熟視力が欠けていますが、タッパにドーンとご飯を乗せてこれをいただきます。きっとお友達とかが来ていたらしっかり盛り付けすると思いますが、一人なのでできるだけ食器も出さずに行きたいなというところですね。本当だったら本当に髪を乾かす前にメイク終わってたはずなので、ちょっと今回順番が入れ替わっている感じですが、だいたいこんな感じの流れで朝支度しています。化粧今終わったんですけど、出かける直前に私はリップをするので、リップなしでとりあえず終わっています。そして髪もメイクも終わった時、最後にコンタクトを入れています。そして最後に洋服決めていきます。
出かけする直前にリップ、まずベースには最近メンタームのリップを塗って、リップケアをしてから最近のお気に入りはこちらですね、ムックのリップなんですけど、赤系のリップ塗っています。かれこれもうかなり長い間これお気に入りで愛用しています。そしてお出かけするふりをしました。こんな感じのモーニングルーティンです。